いわき地区の実力校同士の対戦。先手を取ったのは小名浜海星でした。3回ノーアウト3塁と先制のチャンスを作り、1番わらがやの犠牲フライで1点を先制します。その後同点とされ1対1で迎えた7回、連続ヒットなどで2アウト満塁と勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターは4番木田。バットの先、センターの前に落ちた。三塁ランナー、そして二塁ランナーも帰ってくる。2点勝ち越した小名浜海星。3対1と勝ち越します。しかし8回、小名浜海星は2本のヒットを浴びて再び同点とされると、なおも2アウト満塁の場面で迎えるバッターは2番佐藤。レフトへの2点タイムリーでこの回逆転を許します。その後も追加点を奪われた小名浜海星。9回2アウトで打席にはキャプテンの荒川。最後はレフトフライ。同地区対決はいわき工業に軍配が上がりました。人間として育った3年間でした。その改正史上で一番生きる子を残してもらいたいです。